オビリア、まったくどこ行った。止まれ。あ、そのまま2歩下がれ。え、ご苦労。王女様、大丈夫？届いた？ああ、一番大きい実を取ってやったぞ。あの、すごい、ありがとう。オフィリア、お前もナイスキャッチだったな。何やってんすか。パックに妹が生まれるそうでな、お祝いに木の実を。嬉しいことだ。またこの国の家族が増えるんだ。そっすか。てかオフィリアちょっと重くなったんじゃないですか。いつと比べている。いつまでも少女じゃないんだぞ。すね。結婚が決まった。そう驚くことでもないだろう。隣国の王子様さ。まあ急な話ではあるが、国境線での小競り合いがもう抑えられないんだ。このままでは戦争になる。同盟には何か目に見える形が必要なんだ。逃げよう。そんな結婚おかしいっすよ。俺と逃げよう。オフィリアの欲しかった自由もきっと手に入る。欲しいものは自由じゃない。じゃ何が欲しいって言うんすか。何でも俺が手に入れてみせるから。望みなんて何もないって言うんすか。欲しいものならあるさ。じゃあそれを手に。欲しいのはこの国の平和さ。私は平和の象徴になる。二つの国の結び目になるんだ。なりたいんだよ。分かってくれるな。向こうの国へ行ったらお前のことはさすがに隠さないといけないな。まあペットとしてなら連れて行けるだろう。窮屈になるな、お互い。吸血鬼だと？なんと恐ろしい。平和は訪れた。確かに両国は彼女を結び目にしてつながった。ほんのつかの間、彼女が望んだものはあっという間に姿を消した。同盟を結んだはずなのに。王女をこちらへよこしたのは油断させるための罠だったのか。このままでは国民に示しがつかぬ。王女を殺せ。そうだ、見せしめにしろ。オイリア、行くっすよ。もう今夜しかないっす。行かないさ、どこにも。ここにいたら殺されるんすよ。王への手紙も全部戻ってきちゃって、もう止まらないっすよ。早く一度くらい俺の言うこと聞けろ。逃げよう、俺が守るから。何笑ってんすか。お前からの逃げようは二度目だな。早く、死んじゃうっすよ。私は行きたいんじゃない、自由が欲しいんじゃない。言っただろ、私が欲しいものは平和だと。今や私はこちらの国の平和も欲しいんだ。私の欲は随分大きくなって、まるで際限がない。お前のイブらしく強欲だ。違う、だってそんなのは。私は平和を望む者。
そういう自分でありたいのさ。私は事故を実現しに行く。止めないでくれ。私が私であることを。泣くなバカ者。吸血鬼の真相たる威厳もない。そうっすよ、俺吸血鬼っすよ。全部殺しちゃうかもよ。君を殺そうとする全部、国の全部。しないさ。お前は私の欲しいものを私から取り上げたりなんてしない。やだ、俺そんなに聞き分けよくないよ。ごめんな。ありがとう、ありがとう、ローレス、私のロミオ。なんてひどい。王女を処刑するなんて。どれほど時が過ぎようとも、まだ生まれぬ国で、まだ知られざる言葉で、この崇高な場面は何度も演じられることだろう。これは平和のための最後の犠牲だからだ。両国民、どうか聞いてくれ。私はなすすべなく処刑されるのではない。私の意志でここに来たのだ。なぜなら、私は私を愛する以上に平和を愛していたからだ。皆にとって私はどんな人間だったろう。もし私が愛するに足る人間だったなら、私を哀れと思うなら、そして私の死を嘆くなら、私の死後にはどうか両国民、皆で平和の花を、オリーブを添えてくれ。私の愛したすべての人。こっちだよ、早く。なになに。すっごく可愛いんだよ。平和の像のところに住み着いてるんだ。何がいるの。いつもここにいるんだけど。あ、いた。あ、可愛い。ずっとここにいるんだってパクおじいちゃんが言ってた。像を守ってるんだよって。君は欲しいものを手に入れて、確かに平和を実現した。それでも俺は涙が出るよ。だから恋はするなと言ったのじゃ。